皆さんこんにちは。恵美子しわむらのふわふわチャンネルです。イエーイ。このチャンネルは明るく楽しく史上最速で幸せになっちゃうふわふわの魔法をお届けしています。今回はですね、7月の運勢と開運アクションをお伝えしたいと思いますね。地球から見て月と太陽が重なる時期の月をですね、新月というんですね。新月の頃はですね、始まりとまたは増えていくエネルギーが高まると言われているんですね。ということで願い事が叶いやすいと言われています。7月6日はですね、蟹座で新月が起こるので、蟹座が司る分野の願い事を書き出すといいと言われているんですね。蟹座が司る分野とは何かということなんですよ。それはですね、安定、家庭、家族、家、心の拠り所、慈愛、経済的安定と安心できる自分の居場所、安心できる仲間とのつながり、心の安らぎといったことに関するお願い事をすることが非常に叶いやすいとされているんですね。お願いする時なんですけれど、私的に言うとお願い事は過去形で言うといいんですね。なぜかというと、過去形で言った言葉の響きによってエネルギーが強くなるので叶いやすいと言われてるんですね。例えばですね、通勤圏内にね、置いてね、素敵なマンションを安く借りられましたとかね、そこで心地よく暮らせるようになりましたとか、家族みんなでね、心地よくね、過ごせるようなインテリアが見つかりましたとかね、もっと経済的に豊かになりましたとかね、自分がこうしたい、ああしたいっていうことをたくさん書いていいんですよ。それを紙に書き出してくださいね。願い事をね、するのにね、皆さん遠慮はいりませんよ。自分の心の声に耳をしっかり傾けてみてくださいね。できれば7月6日から7日の間に紙に書き出しちゃってくださいね。そうすると願いが叶いやすくなりますよ。続きまして、今月の開運アクションとラッキーカラーを発表しますよ。7月の開運アクションは、心地よい居場所や心地よい人間関係を育む奇跡の3歩目というのをやってください。奇跡の3歩目とは何ですかっていうことなんですね。これエミちゃん大好きなんですよ。もう私なんかもしょっちゅうやってるんですけど、1つ目は自分の国とか都道府県とかね、自分の住んでる町とかね、その地場、その住んでる場所を褒めるんですね。いいところや好きなところを1分間褒めてください。これを国褒めと言いますね。2番目はね、自分が使っているものとか周りにあるもの、いいところや好きなところを見つけては1分間褒めてください。これを物褒めと言います。3番目はですね、自分と自分に関わる周りのすべての人、それから自分が口にする食べ物、それから周りにいる生き物たち、そういうものに対してですね、いいとこ見つけて1分間褒めるんですね。これを命褒めと言います。この3つをやることを奇跡の3褒めって言うんですね。3つをね、実践したらね、どういうことが起きるかなんですね。まあ、例えば私の場合はね、国褒めとかね、やるとね、めちゃくちゃね、いいことが起きるんですよ。それはね、磁場の神様っていてね、その磁場の神様と仲良くしちゃうとね、めちゃくちゃね、いい人の出会いとか、いろんなことが起きるんですが、私がびっくりしたのはね、なんと地震とかね、お知らせが来ちゃうんですね。エミちゃんもね、なんかね、ナマズかって言われるくらいね、ほんといろんなところで行ってもね、すごくお知らせが来て逃れちゃうんですね。2
2つ目の物褒めなんですけど、もう本当にこの物褒めは私散々やってるんですよ。まあ、携帯なんかもね、皆さんね、物をね、物だからいつも褒めてあげてください。そうするといい情報も入ってきちゃったりね、それからいいお知らせが来たりしますよね。物褒めするとね、物持ちがいい。エミちゃんなんかね、周りにあるもの全部褒めてます。だからね、なんかね、寂しく全然ないんですよ。命褒めなんですね。この命褒めってね、めちゃくちゃいいですね。例えばエミちゃんなんかは食べる時なんかね、美味しいね、美味しいねって食べたりするんです。そうすると体にもいいんですよ。もうマルカンのね、社長さんたち、ひとりさんのところって集まるとね、食べながらも褒めまくり、物も褒めまくりで、人も褒めまくり、めちゃくちゃ褒め合うから、みんなテンション上げ上げなんですね。国褒め、物褒め、命褒め、これやるとね、まあ、感謝につながっていくのかな。ありがたいっていうね、時間を認識できる。ぜひね、皆さんもね、これやってみていただけたら嬉しいですね。命あるものに対してふわっとね、ふわふわと気楽に褒めてあげるってことをするといいんですね。そうするとあなたに優しいエネルギー、愛のエネルギーが入ってくるんですね。ということで、この3褒めね、皆さんピンときたところからやってみてください。そしたらどんどん楽しくなってきますよ。そして今月の開運ラッキーカラーはですね、なんとレモンイエローですね。レモンイエローはですね、黄色の中でもですね、最も明るい黄色なんですね。楽しいとか活発とかの意味を持ちますからね。人とのコミュニケーションを取りたい時にね、最強の味方になりますからね。ぜひハンカチ一つでもいいんですよ。それからアクセサリー一つでもいいので、つけてみてください。気楽にやってみてください。そうすると皆さんね、楽しくなりますよ。ちなみに私のこのイヤリング、まあレモンなんです、そのままなんですけど、レモンイエローですね。いかがでしょうか。続きましてね、7月の健康アドバイスに入りたいと思いますね。この7月はですね、梅雨から夏にかけて移行していく季節になりますのでね、高温多湿なこの季節はですね、冷房の影響なんかを受けてね、体の冷えとか水分代謝の不調が起きやすいんですね。また冷たいものをね、食べてしまうからね、胃腸やなんかもね、不調を起こしやすくなるんですね。6月からちょっとね、胃腸の方はね、引き続き7月もね、気をつけた方がいいですね。この時期ね、元気に過ごすためにはですね、何をするかなんですよ。ちょっとした運動をしていただきたいんですね。歩くこともそうですし、ストレッチをやることとかね、筋トレも軽くやったらいいんじゃないでしょうか。それと同時にね、しっかりと水分補給をしてくださいね。高野豆腐ってありますよね。高野豆腐って水分がないと硬くなるじゃないですか。で、水分がね、満たされてくると柔らかくなるんです。体もね、水分が足りないと硬くなってしまいますからね。せっかく運動してもね、そこがちょっとね、ネックになりますからね。ただし水分取りすぎもいけない。ここのバランスが大事なんですね。まあそういう時はね、皆さん冬瓜ってあるじゃないですか。私すっごい大好きなんだよね。冬瓜を取ることによってね、活発に新陳代謝を良くしてくれるので、水分とかむくみをね、取ってくれますね。カルシウムとかビタミン C があるので、高血圧とか風邪の予防にもいいんですね。なのでこの季節はね、ちょっと冬瓜なんかね、食べてみるといいかもしれませんね。エミちゃんもね、いつも冬瓜大好き、食べてますね。美味しいですよね。冬瓜もいいんですけどね、エミちゃん的にはね、マルカンの商品にね、プリプリむくまんっていうのがあるんですよ。これ私すごく取ってて、むくみ全くないんですね。すごくいいんですよ。そちらの方もちょっとチェックしてみてください。あとね、まあこの季節はですね、心臓さんにも負担かかりやすいんですね。体は暑くなると汗をかくことでね、体温調節をするんです。熱を外に出してね。なので、非常にね、大量に汗が出たりするんですよ。そうすると体の水分が過度に失われて、血液が濃縮しちゃうんです。それで心って言ってね、漢方で言うと心臓のことを心って言うんですね。心が負担きちゃうんですね。心臓さんに良い食べ物っていうのがあるんです。それは赤なんです。で、この赤
はスイカとかトマト、それから梅干しとか小豆とかクコの実とかですね、ナツメとかタコ、それから牛肉とか豚肉であれば赤肉、霜降りじゃなくて赤肉を食べるといいんですよ。これらの食材でですね、本格的な夏を迎えるに向けてね、体を整えていってみてくださいね。ということで、今回は7月の運勢についてお話しさせていただきました。で、この動画良かったと思ったらいいねと拡散、チャンネル登録をよろしくお願いします。それからコメントもお待ちしておりますよ。じゃあね。はい、皆さん、今回も素敵なコメントが来てますよ。ぜひ読んでみたいと思います。恵美子社長、今回のお話とても心に染みました。嬉しいですね。私は自分の名前が大好きなのですが、そのお礼を両親に伝えていなかったことに気づきました。今回帰省した時、感謝の気持ちを伝えたいと思います。いいですね、お母さんお父さん喜びますね。はい、コメントコーナー毎回楽しみです。恵美子社長とチャンネル仲間の皆さんを近くに感じて温かい気持ちにあふれます。エネルギーしっかりと受け止めました。今週後半も張り切って過ごしますね。恵美子社長、いつもありがとうございますっていうね、とっても素敵なね、また可愛らしいね、方からのメッセージでした。お父さんお母さんきっと喜ぶと思いますよ。ということで、また皆さんのコメントお待ちしてます。それでは登録者の皆様にいいエネルギーを送りますね。エネルギーがいきましたよ。